サマキュー TV。 さあ始まりましたサマキュー TV 公式 PR 大使新日本プロレス田口隆介です。よろしくお願いします。お願いします。はい、広報担当森田です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日もパーカーの着方が美しいですね。今日お揃いです、ね、そうですね、はい、ペアルックということで、はい、ペアルックで今日はやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ブシロードクリエイティブが放つ新機軸のカプセルトイ、タマキュー。今回はタマキューの代名詞、事務的なシリーズに新作が登場。みんな大好き事務的なシリーズの新しい商品として、こちら事務的なマスキングテープという商品を発売させていただきました、はい、ま、いちいち書くのは面倒なので、これを貼るだけで OK。 私最近フリマアプリとか結構使うようになったんですけど、はい、ご購入ありがとうございますとか、仕事してる中でもすいませんでした、はい、お詫びしますとかね、同じことを結構繰り返し書くことがすごく多くて、はい、そんな中でこのマスキングテープを使っていただけたらね、ピーで、はい、もう切って貼るだけで終わるんで、すごく便利なんですよ。なるほど、やっぱ何回もやったりすると面倒くさいですからね。そうなんですよ、はい、例えば、はい、あ、なるほど、またのご利用をお待ちしております。使いやすい、使いやすいですね、はい、これけど四つ葉のクローバーがちょっとワンポイントでね、少し幸せを分けてくれる、ね、本当に使い勝手がいいので、どれが当たっても割と外れがないというか、使いやすそうなのがこれとかですかね。ここで田口選手がある提案を。森島さんに負けないようにいい声で頑張ります。いい声シリーズですね、玉木を大好きな。よし、森島さん聞いてよ、聞いておけよ森島。受けて立とう。ご購入ありがとうございます。どうだ森島、ご購入ありがとうございます。くそ、いい声だ。いい声対決が始まってますね。いい声だ。次は投げねえぞ森島、聞いとけ。はい。お早めにお召し上がりください。お早めにお召し上がりください。くそー、なるほど、くしゃー。やっぱいい声だ、いい声だ、やられてますね。森島さんに課題、最後にワンチャンあげましょうか。そうですね、はい、くそー、いくぞ。折り曲げ現金、折り曲げ現金。森島ねー、戦いは計画的に。そしてお詫びの品、絶対に絶対に開けないでね。あとはですね、私の結構お気に入りがあって、このカラフルな虹色のやつなんですけど、最推し。ああ、最推し、はい、星とかも書いてあったりとか、ハートマークまでつけちゃってね。ちなみに森田さんの最推しは、私の最推しですか。もうね、はい、そんなの田口さんですよ。私車用携帯に田口さん のラバソつけてるんですよ。写真送っとくんで、私の車用携帯についてる田口さんのストラップの、はい、あ、ストラップ、はいはい、うち の商品なんですけどね。合わせて事務的なマステもお忘れなく。1回200円です。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。また見てね。バイバイ。